ドルフ・カミリは、アメリカ合衆国カリフォルニア州、サンフランシスコ出身の野球選手。ポジションは一塁種。左投げ左打ち。1941年本塁打と打点の2冠を獲得、同年のナショナルリーグ最優秀選手にも選出されるなど、1930から1940年代のメジャーリーグベースボールで活躍した。 プロ入り後8年間マイナーで暮らし、1933年にシカゴカブスからメジャーに出場したが、目立った活躍はなく翌年シーズン中にフィリーズに移籍する。1934年と1935年の2年、続けてリーグ最多の三振を記録するなど振り回すバッターだったが、1936年以後は子球を選ぶようになり、同年初めて打率3割。 102打点を挙げる活躍を見せた。1938年シーズンの開幕直前にエディ・モーガンとのトレードでブルックリン・ドジャースに移籍する。1941年に34本塁打と120打点を記録してリーグ2冠を獲得。ドジャーズを久々のリーグ優勝に導く活躍をしたのは34歳の時だったが、同年のワールドシリーズでは、 相手ヤンキースに18打数3安打、6三振と抑え込まれた。カミリは、ドジャーズで1943年までプレーしたが、ドジャーズ在籍時に、100打点、100死球、100三振を3度記録している。1943年シーズン中に、ニューヨークジャイアンツにトレードに出されるとカミリは、ジャイアンツでのプレーを拒否し、翌1944年シーズンは、 パシフィックコーストリーグの監督として過ごした。1945年にボストンレッドソックスで63試合に出場し、これを最後にメジャーから引退。いくつかのマイナーリーグの監督をし、その後はニューヨークヤンキースやエンゼルスのスカウトとして働いた。1984年にドジャーズの球団伝導入り選手となり、1997年に カリフォルニア州で90歳で亡くなった。なお息子のダグカミリも1960年代に保守としてメジャーリーグに出場している。ありがとうございます。